はい、ちくわでーす。今回はですね、ナイトクローズで効率よく進めるために覚えておきたい基礎知識6選というところでご紹介していきたいと思います。で、早速ね、一つ目ですけども、まずはね、収集とはというところで、収集はね、右上の方の3本線こちらをタップしてもらいまして、こちらにね、収集とあります。で、ゲームを進めていると、このね、収集が赤ぼっちマークがねたまりつくと思うんですけども、この、ね、収集って何ぞやと思っている人もいると思うんですけども、このね、収集というものは、例えばね、こちらの場合ですと、モンスターをね倒すと稀にね、硬い肉というものと破れた羽の切れ端というものがねドロップする可能性がありまして、これをねドロップして、自分が、ね、獲得しますと、これをね登録できます。で、これね、2つのアイテムを登録すると、PVE 追加ダメージ1というものがね、入手できまして、自分のね、生活が強くなるといった感じです。まあ、なのでね、いろんなこうね、収集がありますので、登録がね、できるものはガンガン登録しておきましょう。で、他にもね、まあ、実績ですとか、あとはね、装備を集めた時にでも登録もできます。骨董品、イベントの中に、いろんなものがありますので、こちらの、ね、収集の、ね、アイコンがついた場合は、積極的に、ね、登録をしておきましょう。で、次にね、二つ目ですけども、こちらのマップありますよね。こちらのマップの方で、ドロップするアイテムを確認できます。こちらのマップタップしてもらいまして、例えばね、今私がいるところはね、このアビリウス城というところになりまして、じゃあ、例えば、このネルバード斜面、こちらをね、タップしてもらいますと、まあ、こんな感じでね、錆びた大剣とかね、牧畜用化の探検とかね、錆びた長槍、まあ、こういう、ね、アイテムをドロップできますよというところになりまして、で、こちらね、タップしてもらいますと、これね、錆びた長槍は、モンスターって書いてますよね。まあ、なので、ここにいるね、モンスターからドロップしますよということを示しています。でね、じゃあここに行きたい場合は、これね、ネルバート斜面と書いてあるところの、この右の、このね、矢印マーク、こちらをタップしてもらいますと、ここでね、移動ができまして、1000ゴールドを使って、瞬間移動するという方法もありますので、覚えておいてください。で、次に3つ目ですけども、スキルは購入ができますよというところになりまして、でね、スキルはどこで購入するんじゃいというところですけども、これね、アビリウス城砦で、こちらをタップしてもらいまして、でね、こちらで、これ、初級スキル、ルーッチェさん。こちらをタップします。こちらをタップしますと、ここに向かってくれます。はい、ここでね、自分の職業の使える、ね、スキルを購入するということができます。で、私はね、全部もう購入してますので、もう購入はできませんけども。で、これでね、購入をして、で、このね、スキルブックを使うと、私の方のスキルの方に、こんな感じでね、粉砕とか決意とかね、こういうスキルが使えるようになります。まあ、やっぱりね、こういうスキルがあった方がね、効率よく敵を倒せますので、このね、スキル獲得はしておいてください。で、次に4つ目ですけども、このね、スキルは強化ができまして、で、その強化はどこでやるんじゃいというところになりまして、またね、こちらのアビリウス城跡、今度はね、こちらのスキルというところになりまして、こちらのブラッドさん、こちらのブラッドさんのところに行きます。で、ブラッドさんは近くにいまして、ここですね。で、こちらで、強化スキルブックというものがあります。で、私はね、もう購入してるんですけども、これね、一番上の強化スキルブックトップ切り2というものがね、ありまして、こちらと強化スキルブック決意2というものを購入しました。でね、これを使うことによって、私のね、スキル、まあ、こんな感じでね、トップ切りの2と決意2と書いてますので、スキルレベルが1個上がっているというところですね。で、またはね、お金に余裕があれば、こういうね、いろんな、またスキルブックも入手できるという感じなので、まあ、ぜひね、こちらのスキルの強化の方もお試しください。はい、では5つ目に、このね、先ほど獲得したスキルのね、セット方法というところになりまして、このね、スキルはセットをしないと使えるようになりません。でね、スキルのセット方法としましては、
これ、ね、上の方のこちらのスキルタブ、こちらをタップしてもらいまして、でこんな感じで、自分が覚えているスキル、突風切り粉砕決意、こちらがあります。でこちらの、ね、セットどうやってやるのかと言いますと、これね、下の方にありますこちらの矢印マーク、こちらをタップしまして、でこれでね、ショートカットバーの登録中となります。でここで突風切りタップしてもらいまして、でここでね、1番を押します。で次に粉砕をタップして2番、で決意をタップして3番と、でこれで登録が完了しまして、もうあとはね、こう敵に近づいていって、攻撃をすると。であとはこうね、スキルを、ね、タップしてこうスキルを使えるといった感じですね。まあ、こんな感じで、手動でスキルを使うという方法もありまして、あとね、他にも自動でね、スキルを使うという方法もあります。でね、それは先ほどのこちらの、スキルをもう一回タップしてもらいまして、で、こちらの今度は矢印じゃない、この星マークですね、こちらの星マークタップします。でそうしますとこんな感じで、ね、スキル順次使用と書いてまして、こちらの方で今突風切りが、ね、選択されていますので、じゃあ今度は粉砕、こちらの粉砕もタップしてこちらの2番に登録をすると。でこれで、ね、オート使用と書いてあると、こちらを、ね、オンオフできますので、こちらを、ね、オンして、でこれ、ね、繰り返し使用に、ね、チェックを入れて、これで OK です。で、ね、そうしますとこちらの、ね、突風切りと粉砕を、ね、順次使ってくれるという感じですね。じゃあ一回オートで、じゃあバトルしてみます。オートバトル、はい、そうしますとね、はい、こんな感じで、スキルをね、使ってくれてますね。このクールタイムが終わると、はい、スキルを使ってくれます。こんな感じで、ね、自動でスキルを使って、効率よく、ね、敵を倒してくれますね。まあ、なのでね、こういうね、クエスト進行中にもね、こういうスキル使ってくれますので、このね、自動スキルの設定もしておきましょう。で最後に6つ目ですけども、乗り物はね、合成ができるというところになりまして、で乗り物の合成はね、また3本線タップしてもらいまして、こちらの乗り物、こちらをタップしますと、まあ、こんな感じでね、いっぱい乗り物がいます。で、ね、乗り物は結構ねガチャを引かせてくれまして、いっぱい集められると思うんですけども、まあね、いらない乗り物がもしあればこちらの、ね、合成をタップしてもらいまして、こちらの方で、自動登録と押しますと、こんな感じでね、同じランクの乗り物が登録できます。でこちらで、ね、合成をすると、ユニオンで書かれていますけども、合成すると同じ等級または1段階上の等級の乗り物を獲得できますよと書かれていまして、まあ、こうやってね、レアな乗り物を獲得するチャンスがあるというものになります。じゃあ一回合成してみますか。こちらで合成。はい、合成結果は、まあ残念ながらノーマルの表ですね。なのでこちらはあまり使えないと。まあね、こんな感じで合成をしてね、乗り物を強化していくといい方法もあるので、そちらも覚えておいてください。はい、ということで、覚えておきたい基礎知識6000ということでご紹介してきましたけれども、まあまだね、いろんな機能がありますので、ご紹介しきってない機能もいっぱいありますので、またね、私の方も新たな発見がありましたら、またね、ご紹介していきますので、ぜひね、ご期待ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。